ない。ん？何がないんだ？ミルクとレモン。奥にあるんじゃないのか？って、ないな。ミルクとレモンがないと困る。そうだよな。予備までないってのはな。在庫が切れそうになる前に注文しなかったのか。今日カフェオレとフレッシュヨーグルトドリンクの注文多くてなくなっちゃったんですよ。ああ、それでか。あれ、ミルクとレモンたくさん使うからな。それなら仕方がないけど、客が来たら困るな。あ、それならさっき追加注文出しました。急ぎでお願いしたのでそろそろ来ると思います。そっか、よかった。よっと、こんにちは、配達です。あ、噂をすれば来ましたよ。こんにちは、コージャクさん。お、クリアじゃねえか。久しぶりだな。お久しぶりです。おいおい、コージャク、配達なら裏口の方回れよ。ケースが邪魔だろ。あっと、すまんすまん、いつもの癖で表に来ちまったわ。あれ、コージャク。よっ、青葉。なんでお前そんな酒屋の配達みたいな格好してるんだ。ああ、その通り、配達のバイトだよ。バイト？お前、髪結いの仕事は？ああ、それももちろんあるが、最近不景気だしな。あと、こう見えて体動かすのも結構好きなんだぜ。どうだ、この格好なかなかのもんだろ。すごく似合ってます。ごっつい前掛けからさりげなくはみ出す伝票、ラフに巻かれた頭タオルと軍手、とってもワイルドで男らしいです。耳に刺したボールペンのアクセントもさすがです。そら、ただの三河屋だろ。まあまあまあ、いいじゃねえか。なんだ、物はいいよってやつだな。ああそうだ、忘れてった。追加のミルクとレモンを持ってきたんで、受け取りのサインを頼む。はーい、サラサラサラと。ありがとうございます。じゃあこれ冷蔵庫に入れとこう。うん。あれ、あの、コージャクさん。ん、どうした、何か足りないのか。いえ、ミルクとかはちゃんとあるんだけど、この段ボール何か別のものが入ってて。あれ、ほんとだ。コージャク、別の店のを間違えて持ってきたのか。ああ、これ実はうちの新商品でな、よかったら仕入れてみねえか。ああ、うちはもう間に合ってるぞ。いやいや、新しいメニューに使ってみるとか、便利な備品とか他にもいろいろあるんだぜ。アバ、どうだ。いや、そういうの俺だけじゃ勝手に決められないし。誰が決めてるんだ。うちで言うとバルドと鉄夫とライかな。そんな感じかな。俺はいらないって言ったぞ。白沼はいる、必要であれば。おい、ライ、新商品とかそういうのって必要かな。いきなりなんだ。使えるものなら考えないこともないが。おい、ちょっと待てお前ら。ああ、それなら一遍見てくれ、損はさせねえからよな。バルド、どうだ。仕方ねえな、見るだけだぞ。ではでは皆様、お待たせいたしました。これよりこの俺、コージャクおすすめの素敵な商品をご紹介いたします。わーい、楽しみですね。まずはこちらから。この特選の羊羹、国産の小豆と砂糖をじっくりと炊き合わせ、丁寧に練り上げた一品で、業務用と侮るなかれ、驚きの上品な味わいに感動。これで新しいスイーツメニューを作れば売り上げアップ間違いなし。さあどうだ。あ、これ試食な。はい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 。おいしい。あ、うん、さっぱりしていておいしいね。うんうん、うん、甘い。お茶が欲しい。うん、うまいだろ。バルドはどうだ。確かにうまいが、
が？うちは和菓子屋じゃねえ。羊羹は使わん。いやいや、ちょっと待てよ。カフェって言ったら普通甘いもんとか出すだろう。ほら、抹茶シェイクとかあんみつとか。それは和風の甘味どころだろう。うちはカフェの方だし。それに羊羹をどうやってスイーツに取り入れるんだ。羊羹は羊羹で食った方がうまいだろう。そうか。例えば羊羹をザクザク切って生クリームと混ぜてみるなんてのはどうだ。羊羹パフェみたいでうまそうじゃねえか。アホか。見た目を考えろ。味もただ甘いだけだろうが。あのさ、公爵、もっとこう、うちの店に合うようなものはないのか。この店に合うようなもの。あ、じゃあこれならどうだ。なんだこの瓶は。青に赤に緑、それにギラギラした紫。うわあ、なんだか綺麗ですね。どれもこれもすごい色だけど、これって。こちらはみんな大好き、かき氷のフレーバーシロップだ。色とりどりで味もいろいろ、バラエティ豊かなかき氷を作ることができるってわけだな。でもうちにかき氷を作る機会なんてないけど。もちろんそちらも万全です。こちらのパンフレットをご覧ください。ありとあらゆるかき氷マシンを取り揃えてご用意しております。へえ、すごいな。え、高っ。このかき氷機高い。ああ、業務用ハイパワーマシンだからな。でもふわふわの綿あめみたいなかき氷が一瞬でできるんだぜ。あのな、かき氷はいいとして、夏しか使えないものにそんな金はかけられん。一台あると便利じゃねえか。くだらん。あとシロップもいらん。かき氷以外に使い道がないならいらねえな。いろいろあると思うんだがな。例えば砂糖代わりにパンケーキに入れてみたり、ホットミルクに入れたりするとカラフルでいいんじゃねえか。ということは真っ青なホットミルクとか、真っ青なパンケーキとか。ちょっと食べたくないな。バカか。そんなキテレツな色をしたものを客に出せるか。そうか、外国のお菓子みたいでいいと思うんだがな。ああ、確かにそう言われてみればカラフルで可愛いですね。ただ毒々しいだけだろ。というわけでこれも却下だ。いや、まだだ。こんなことで俺は諦めねえぞ。いやいや、さっきから使えないものばかりだろ。もう少し仕事が楽になるとかそういうもんだったら考えもするんだが。じゃあこれならどうだ。さあ見てくれ、俺が最高におすすめするのはこの高性能スライサーだ。スライサー？普通のスライサーとどこが違うの？このスライサーはまず切れ味が違う。例えばこの玉ねぎ、下手に切っちまうと涙が止まらない。だがこのスライサーを使うと、あらびっくり、全然ちっとも目が痛くねえ。しかもこんなに薄いオニオンスライスが完成っときたもんだ。あ、本当だ、平気だ。玉ねぎだけじゃないぞ、このネギも一瞬でみじん切り、硬いごぼうもあっという間に1600本、そしてトマトのような柔らかいものまで形を崩さずスイスイと。うわ、すげえな。俺トマト切るときいつも失敗してるのに。どうだ青葉、一台欲しくなったんじゃねえか。おお、確かに便利だな。これがあれば料理の下ごしらえも簡単になるだろう。だがうちには必要ない。え、今便利って言ってなかったか。普通の家庭ではな。おいライ、ちょっとやってみせろ。おいコノエ、そこのフルーツのカゴをよこせ。あ、わかった。とりあえずリンゴでいいか。うわ、早っ。なんか早送りを見てるみたいだ。薄切りとさいの目、あとは適当な飾り切りで十分だろう。わ、薄切り。向こうが透けて見える。リンゴの向こうが透け透けってなかなかないですよね。ほう、
さいの目の形もきっちりだ。リンゴのウサギにスワンに金魚の飾り切り、すげえな。見ての通り、うちには刃物使いの達人がいるから問題ないんだな、これが。残念だったな、公爵。いや、まだだ。まだ俺は諦めねえぞ。何をだよ。とりあえず新商品はいらんからな。帰れ帰れ。いいや、うちの店の売り上げのためにも次は絶対注文取ってやるからな。注文なら明日の分はこれだ。いつもと同じだ。え？あ、毎度どうも。あくそ、バルト、見てろよ。明日も来るからな。あなたはザースター。何なんだあいつ。